はい、お疲れ様でございます、今日はね、こちらのお話をしてみたいと思います。欧米ではチャート本はないんですよというね、お話でございます。先日なんですがね、私ね、こういう本を読みました。加藤浩介さん、この方ですね、ファイナンシャルアドバイザーとでもね、言うんでしょうかね。まあ、非常にね、こう、投資にね、詳しい方なんですが、このね、加藤浩介さんが書かれた本、驚くほどシンプルで一生使える投資の極意っていうね、本を読みました。この本の中でですね、このね、加藤さんね、こんなこと書かれておりました。チャート本はですね、海外ではほとんど見かけないんですよ、というね、ことを書かれておりました。このね、加藤さん、まあね、海外でのね、生活がね、非常にね、長い方だそうでございまして、まあ、海外でですね、海外で住まれた時に、まあ、本屋さんによるとですね、これね、チャートの本っていうのはね、ほとんど見かけなかったということをね、この本の中に書かれておりました。今日はね、そんなね、まあ、なぜ海外ではね、チャート本というのがね、ほとんどないのかなというところをね、ご紹介してみたいと思います。まずですね、チャート本っていうとですね、私もね、あまりね、こういうね、投資とかっていうところはね、あまりね、詳しくない、ちょっとね、苦手な分野ではあるんで、まあ、うまく話せるかどうかわからないんですが、チャート本、まあ、チャートっていうのはね、こういったね、こういうね、株式のね、金額、相場がね、上がった、下がったっていうね、こういったのをね、チャートっていうふうに言ってるかと思うんですが、まあ、これはね、今ね、ちょっとね、ソフトバンクのね、株価のね、指数、株価をね、1日の株価のね、こう、推移っていうのはね、ちょっとね、こう、画面ショット撮ってね、ここに貼ってるんですが、まあ、こんな感じで、まあ、1日にですね、株価が上がった、下がった、上がった、下がった、上がったというふうに形で、まあね、1日の中でもね、こうね、上がった、下がった、上がった、下がったっていうね、株式、まあ、株価っていうのはね、動いてるかと思いますが、こういったね、まあ、株価のね、上がり下がりの間でですね、まあ、株を買って、そして売ってっていうような形でね、買って売ってという形で、そして安い時に買って、そしてね、高い時に売るっていう形で、まあ、一日の中でね、そういったところでね、まあ、儲けてる方もね、いるんじゃないでしょうか。最近はね、FX 取引なんかもね、あったりして、まあね、大きな金額をね、動かす方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、実はですね、そういったね、いわゆる短期投資っていうのはね、欧米の方ではね、非常に少ないそうでございます。まあね、欧米ではね、短期投資をね、する方ね、少ないそうなので、まあ必然とですね、こういうね、チャート本っていうのはね、海外ではね、ほとんど見かけないそうでございます。まあそれに対してですね、日本の場合ですね、まあ、例えばね、Amazon のサイトなんかをね、ちょっと見ていただくとですね、まあ短期間で儲かるね、株式、株式投資方法とかね、まあそういったね、短期間でね、まあ株式でね、儲けるっていう風なね、本っていうのはね、ずらーっとね、出てきますよね。まあこの辺がね、日本とね、海外ではね、だいぶね、違うのかなっていうところですね。はい。じゃあですね、なぜですね、海外の方ではね、こうチャート本っていうのがね、少ないのか、まあほとんど見かけないのかっていうところで、ね、要因をね、ちょっとね、書いております。なぜね、欧米の方ではね、チャート本を見かけないのか、それはですね、海外ではですね、積立投資の文化があるからだそうでございます。これはね、この本の中で書かれてたんじゃなくて、私はね、ちょっとね、ネットの方でね、いろいろ調べた、内容なんですが、まあ、日本の場合はですね、どちらかというとね、こう、いわゆるね、自分のね、貯蓄っていうのはね、まあ、株式に投資するんじゃなくて、まあね、銀行にね、貯金する方はね、多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、海外、特にね、アメリカなんかではですね、どちらかというとね、貯金っていうのはね、ほとんど、ほとんどの方はね、しないそうですね。株式の方にね、投資すると。で、ただね、株にね、ドカッとね、投資するんではなくてですね、長期での積み立て投資というね、文化があるそうでございます。具体的にはですね、こちら書いております。401K、企業型確定拠出年金であったりですね、IRA、個人向けのですね、確定拠出年金など、まあね、長期でね、積み立てをする制度というのはね、アメリカの方ではね、あるそうでございます。まあね、毎月ですね、例えばまあ、どうでしょうね。まあ、100ドルとか200ドルとかね。まあ、毎月決めた額をですね、コツコツと積み立てていくと。そしてですね、株価をね、毎月ね、積み立てることによってですね、複利の力でですね、どんどんね、株価がね、膨らんでいく。そしてね、長期で積み立ててるね、投資の金額がね、膨らんで、どんどん大きくなっていく。というのがですね、まあアメリカ、まあ特に欧米の方ではですね、一般的なね、こうね、積み立てのね、投資のね、文化だそうでございます。まあ最後のね、こちらね、赤字でも書いてるんですが、まあ欧米ではですね、短期での売買ではなく、長くコツコツと積み立てる文化があるそうなんですよね。この辺がね、まあ日本とね、ちょっと違うところかなというふうに思います。
まあね、日本でもですね、今はですね、まあ、確定拠出年金、イデコであってですね、あとは、ニーサですか、とかね、積み立てニーサとか、まあそういったところでね、まあね、こう長期でね、積み立てるっていうね、国のね、施策、まあなんかもね、あったりしますんでね、徐々にね、そういったね、こう長期のね、積み立て投資っていうね、まあ文化も少しずつはできてきてるのかなっていうふうに思うんですが、まあまあ、ただですね、やはりね、大半の方がね、やっぱりね、多くの資産っていうのはね、銀行にね、貯金されてる、方もね、多いんじゃないかなと。まあ私もね、まあどちらかというとね、そういうタイプではあるんですけど、まあそういったところもね、考えるとですね、日本と海外ではですね、やはりね、こう株式にね、対してのですね、考え方っていうのもね、違うのかなっていうふうに思いますよね。なんかね、株というとね、やっぱりギャンブルっていうね、イメージ。まあこういったね、上がった下がったでね、安い時に買って、高い時に売るとかっていうね、ギャンブルっていうイメージありますけど、まあね、欧米ではですね、どちらかというとこうね、積み立て、コツコツと積み立て投資していってですね、自分の資産を膨らましていくっていうね、考え方があるのでね、この辺のね、考え方のね、ギャップっていうところもね、あるのかなと。まあ、つまりですね、こういったね、そのギャップでですね、まあ、海外ではですね、チャート本っていうのはね、ほとんどないのかなっていうところはね、思うところでございます。まあね、どうなんでしょうか。実際にはね、そういう短期投資とかでね、こう、まあ、株、売買してるね、海外の方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあね、どちらかというとね、少数派なのかなと、大半の方はね、こういうね、コツコツと長くね、積み立てるっていうね、感じなのかなっていうね、いうふうにね、思いますね。はい、というところで。まあね、ちょっとね、今日はですね、こう、欧米ではね、チャート本というのはね、ほとんどないんだよというのをね、頭の片隅に置いていただいて、そして、まあ、欧米ではですね、まあ、短期投資、株式をね、短期投資じゃなくてですね、長くね、積み立てて投資する。まあ、長くというのは10年、20年、30年とか、まあ、それぐらいのね、長いスパンでね、積み立てていくっていうね、文化があるっていうのがね、まあ、今日ね、ちょっと覚えていただければなって思っているところでございます。はい、ということでですね、今日はですね、欧米ではチャート本はないんですよというね、お話をしてみました。今日のお話、まあ面白かったな、参考になったなと思いましたですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてですね、今日もご紹介した、このね、加藤浩介さんの、驚くほどシンプルで一生使える投資の極意。まあ非常にね、なんでしょう、まあ名前の通りなんですけども、シンプルでね、非常に分かりやすい内容でございます。まあなるほどなというね、私もね、この本読んでね、思わされましたんで、ぜひね、非常に面白い本でございますんで、まあ私のようにね、投資、初心者でもね、非常に分かりやすい内容になってますんで、ぜひ興味ある方はですね、このね、動画の概要欄の方に、この本のリンクの方を貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。